こんにちは、ケアマネージャーの藤川です。今日はですね、介護施設における面会禁止についてちょっと動画を撮っていきたいなと思っております。まあ、今年1年ね、2020年が始まってから、早々からですね、コロナウイルス、大変な状況になってましたけどもですね、4月からはですね、全国一律の緊急事態宣言が発令されまして、結局それが5月の25日まで、ずっと続きましたよね。まあ、やっぱり特にですね、緊急事態宣言の最中は、各施設、特にピリピリした状態で、私たちケアマネージャーですらですね、モニタリングや面会に行くことができなかったですし、家族の面会もですね、面会をすることはできませんと、面会制限がね、行われてた施設がほとんどなんじゃないかなと思います。その後5月25日に緊急事態宣言が明けてからですね、徐々に各地でコロナウイルスが収束し始めたので、施設さんもですね、結構もう面会もいいですよとかですね、制限付きで、面会を再開しますというところも結構多かったみたいなんですけども、やっぱり7月以降ですね、だんだんまた増えてきてまして、今はですね、この動画を撮ってるのが10月の頭なんですけど、未だに、面会をすることができない施設は多い状況となってます。3月4月ぐらいから始まって、もう10月なんで、もう半年以上ですね、家族にまともに会えていない利用者さんがすごく多いっていう状況になってますよね。やはり家族に会えないとですね、まあ施設の中同士でスタッフさんとか利用者さん同士で話はしてると思うんですけど、やっぱりね、みんな家族に会いたいわけですよね。うん。自分の娘さんとか息子さんとか、うん。兄弟とかにやっぱ会ってですね、で、施設で起こったこととか、私はこんなことを考えてるよっていうことを、確認したりとかですね。あと、家族の今の状況を知りたいって思うことは、まあ、必然やと思うんですよね。そのため、やっぱ、会えていない期間が長ければ長いほど、利用者さんのですね、ADL というか、日常生活の動作能力が落ちていったり、あと、認知症が進行していたり、というですね、現状が、あるっていうのも聞いたことがあります。家族の立場に立っても、施設に過ごしている、まあ、お父さんとかお母さんがですね、まあ、どういう感じで過ごしているのかっていうのは、まあ、電話で繋いでもらってもわからないわけですよね。スタッフさんから状況報告をもらったりとか、まあ、写真をもらったりとかすることはあると思うんですけど、それでもですね、やっぱりその場で動いて話をしてたり、明るく、元気に過ごしている様子を見れたら、すごくほっとしたりすると思うんですよ。以前だったら夏、とかはですね、夏祭りとかあって、家族さんがいっぱい来て施設の中でお祭りがあったりとかするとですね、利用者さんがその場ですごく楽しんで取り組んでいることが家族にもよくわかるじゃないですか。そういう意味でも、家族にとっても利用者さんにとってもですね、面会というのは非常に大切な役割をやっぱ果たしてるんですよね。最近やっぱりオンライン面会がもてはやされてきてまして、まあ施設にタブレット端末があって、それを利用者さんに渡してですね、で、もう片方は利用者の家族はですね、家からスマートフォンでとか、端末を持ってない人は施設に行ってですね、端末を借りて、そして、別部屋から面会をするっていうのが、まあ、最近の結構主流になってきてるんじゃないかなと思うんですけど、これ問題がいくつかありましてですね、例えば利用者さんに、はい、何々さん、家族さんと繋がってますって渡してもですね、こうやって家族を見る、ですけど、この端末が今家族とつながってるんだよっていうことが認識できない方がたくさんいます。自分はですね、動画を見てるような感じで、こうやってじっと見るんですよね。で、向こうはお母さんって話をしてるんですけど、こっちの顔が向こうに行ってるということがなかなかわからないですよね。で、やっぱ認知症の人とか特にわからないみたいで、そういう点ではスタッフさんが横で会話して、あ、家族さんですよ、今繋がってますよっていうことをちょっと伝えながら話をしたりとかって、やっぱり様々な工夫をしているみたいです。それでもですね、やっぱり直接会いたいって思う人いっぱいいると思うんですけど、全面的に解禁になるのはまだまだ先なんじゃないかなと私は思ってます。皆さんの施設では実際どうですかね？まあそういう現状があるところをですね、何かしらで私お力になれないかなって思ってることもありまして、実はですね、今度から長生きチャンネルでこういう取り組みに参画することになりました。少しこの動画をご覧ください。どうぞ。小豆島に到着しました。お疲れ様です。藤川さん、1時間ちょっと船に乗ってね、面白かったフェリーね。フェリーの中のところもどれくらい待ってる。本当ですね。喋ってましたね。ずっと語ってましたからね。で、僕もファッションショーの打ち合わせ、細かいのも話しようかなと思ったんですけど、もう、ま、全然ぶっ飛ばして、ただ語り合って終わります。いや、あれやな。もう行ったことないとこ行ったな。
サンシャイン会さんに到着しました。お疲れ様です。ぐちゃぐちゃです。ジュガさん、今何をされてるんですか？今ね、持ってきた機材を広げて、今からちょっと仮にセッティングをしてみようと思って。はーい。どうでしたでしょうか？そうです。この度ですね、長生きチャンネル、藤川はですね、この、フクシルさんのオンラインファッションショー事業のですね、動画配信プロデューサーとして、就任することになりました。まあ、ちょっと大層な名前なんですけど、結局ですね、何をするかというとですね、全国の介護施設を回って、そこにいる利用者さんにファッションショーに出てもらおうという形になってます。プロのですね、スタイリストさんが服を選んでくれて、でプロのヘアメイクでメイクアップアーティストさんに綺麗にお化粧をしてもらった利用者さんがですね、すごく晴れやかな姿でステージ上に出てくると。そこでですね、いつものスタッフや利用者さんたちにですね、お披露目をするというオンラインのファッションショーをプロの司会者をつけてですね、フクシルさんの介護施設ファッションショーの企画をですね、まあ、オンライン化するとね、オンライン化するっていうところで、やっぱりオンライン動画に強い、ケアマネージャーということで、まあ、日本に私しかいないだろうということでですね、いるか何人かということで、今回協力させていただくことになりました。で、何をするかというとですね、私の役割なんですけど、各施設に行った時にそこのファッションショーをですね、オンラインで YouTube にこうですね、生配信していくっていう役割なんですよね。利用者さんの表情とかもですね、撮っていきたいし、全体的な雰囲気とかね、生放送なんでね、失敗することもあると思うんですよ。機材の設備とかですね、まあ、プロデュース全部私なので、失敗したら私の責任っていうこともあるんですけれどもね。で、そこにですね、利用者さん、登場人物の方々の家族さんをですね、ズームでオンライン上につないで、そこも YouTube 上で一本のね、番組として全部発信していくという取り組みをしていきます。つまり、3台のカメラとですね、会場内の音響とか、司会者の声、そして、パソコンでのズーム画面、すべてをミキシングしていくという発信方法になります。これ、ちょっと口で言うてもなかなかわからないんで、よかったらね、その当日のですね、生配信をぜひご覧いただきたいなと思ってます。生配信のですね、申し込みはですね、専用の申し込みフォームがあります。そこからですね、申し込むことによって、URL が送られてきますので、視聴できるという形になっています。動画配信に関しては私が責任持ってやってますので、ここがこういうとこダメだったよとかですね、こういうとこ藤川さんもうちょっと考えた方がいいよということは、ぜひですね、この長生きチャンネル戻ってきてですね、私へのコメントとか、あと私のツイッター入ってますので、DM とかで直接教えていただけたら、またね、より良いものになっていくんじゃないかなと思ってます。それではですね、記念すべき第1回目の詳細をもう一度お伝えさせていただきます。フクシルオンラインファッションショー、第1回目はですね、なんと小豆島でやります。10月9日の金曜日、14時からですね、香川県小豆島とですね、軽非老人ホーム、シーサイドサンシャインですね。もうですね、食堂から部屋から全部オーシャンビューっていうですね、素敵な軽非老人ホームさんで、デイサービスの場所をお借りして、ステージもあってですね、設備を組んで素敵なファッションショーをお送りしたいと思ってますんで、ぜひ皆さん、この動画の概要欄から申し込みフォームで応募されて、当日のご視聴をぜひよろしくお願いします。あと、当日の視聴の YouTube チャンネルは長生きチャンネルではありません。私はですね、また当日行った、時のですね、私がどういうふうに思ったかとかですね、その道々で何をしたかとか、そういうですね、まあ、私のアナザーストーリーみたいなのをこの動画で、今後も配信をしていけたら嬉しいなと思っております。全国の、介護施設をですね、照らしていけたらなと思っておりますんで、ぜひ応援してほしいなと思っております。今日の動画はこんな感じで、この動画が良かったという方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。藤川の長生きチャンネルもぜひぜひ今後とも応援よろしくお願いします。皆さんの明日が幸せでありますように、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。